い、皆さんこんにちは、ワンダリグルビジです。では今回は三国志14、曹操のプレイ続きをやっていきたいと思います。ここまでですね、東卓軍と、まあ、勢力争いを古老館の前で続けているんですけども、まあ、古老館をね、取るというのが、まあ、なかなかどうしてやっぱり厳しい難しいということがあるので、まあ、古老館を抜く以外の、違う方法というのを考えていきたいんですが、とはいえですね、古老館攻めないとしても古老館を無視することはできないので、この三層付近にですね、一大軍事拠点を築いていこうというふうに思っています。では早速続き始めていきましょう。まず命令書は余ってるので、いつものように提案を受け入れていきます。できれば古老館を奪い取るみたいなのがあるとね、最高なんですけどね。一応楽ように破壊工作を行っておきましょう。もう序盤と違ってお金はある程度余裕があるという、まあ、ある意味嬉しい状況ではあるので、まあ、これをしっかり活用していきます。都市もね、まあ、一つと言わず二つ三つと獲得していきたいんですが、まあ、そのためにもやっぱり古老館をどうにかする、あるいは古老館を無力化する、逆に楽ようさえ取ってもらえば、取ってしまえば、もうこの古老館自体は意味がないものになるので、まあ、そういうね、古老館を抜くことができないまでも古老館を無力化する、ちょっとそういうことを考えていきたいと思っています。どうした？じゃあとりあえずそうだな、今だと弓矢倉の一部が頭痛がする、傷ついているので、まあ、これらの回収というか修復というか、まあ、そういったこともやっていきましょう。ひわなもやられてるところあるしね。今古老館と楽屋合わせて敵軍が12000、味方がまあ約10000、まあ、防御に徹する、守りに徹するだけであれば、まあ、勝てない相手ではないかなと。まあ、ただ古老館を抜くとなるとまた話は別ですからね。何？敵に奪われた。報告いたします。なんかそんな感じがするね。いや、金も兵糧も安心の。呼んだか。あれね、募集。うん。では兵を出して捕虜、そしてその一帯を確実に勢力圏内に収めていきましょう。なんとか余ってるお金とかをね、有効に活用して、今我々が掲げている戦略につながるようなね、提案をしてくれると嬉しいんですけどね。お金はどんどんこう使っていきましょう。やっぱりね、今宴会やりましたけど、宴会にというか、まあ、女の子がいるだけでも圧倒的にね、テンション上がりますからね。じゃあ残りはいつものように陳留の探索。いや、ちょっと待ってね、その前に結構先方の将が余ってきてるので、先方の将を使っていこう。統率が高い人を中心に囲こうよ。そうだな、ま、覚えられそうなものがあればと思ったけど、先方の追加をしてコブの章を使っていこうかな。他ある？習得。どうしても先頭に出す武将で、まあこう言っちゃなんですけど、前回死亡したテイク、みたいな形で、どうしても一騎打ちで殺されてしまう可能性のある、まあ、文官系の武将はね、先方を覚えさせたとしても、そもそも一軍を
引き入らせるということがまあないので、やっぱり統率が90以上、あるいは武力が90以上、まあ、その前後の武将を中心に戦法は覚えさせていきます。曹操もちょっと士気が下がってきてるんで、一度弓矢倉を入れたら三層制圧して、まあ、その後陣を構えましょうか。報告いたします。おう、やろう。ここには陣をちょっと、いや軍楽台かな、たやすいことだ。軍楽台じゃないと、むしろ今曹操が困っている士気のアップにはつながらない。いや本当にね、あの4月にバンコク、上旬にまたこいつタイの、あるいは旅行の話し出すのかと思われると思うんですけど、ちょっとお付き合いお願いします。4月の一応あの1から5、1日から5日までがですね、バンコクでディズニーオンアイスをやるので、まあ、そこでちょっとディズニー行こうかなと思ってる、バンコク行こうかなと思ってるんですけど、それのチケットの一般発売が1月の25日のタイの時間でいう夜の10時になってます。なので、まあそこでちょっと買おうかなと思ってるんですけど、新型コロナウイルスですよね。これがね、ちょっと心配ですよね。まあ、そんなに高くない席のチケットを取っておいて、飛行機とホテルは直前まで考えようかなと思ってるんですけど、4月はですね、上海、コロナウイルスの本丸中国、まあ武漢と上海は離れてはいますけど、まあ、上海はね、当然その中国の中でも有数の都市、まあ、最大都市だと思うんですけど、あの人のお出入り当然激しいので、上海で行われる4月の10キロのレース大会、これにねどうしようかなって感じなんですよね。これもマラソン大会だけ申し込んでおいて、チケットはまた別に取る、飛行機のチケット、ホテルの予約はまた別にするっていうのもまあありなのかなとは思ってるんですけど、これの発売が2月の28日、まあ1ヶ月あるので、まあ、ちょっとそこの様子を見てから見極めをね、しっかり、していこうかなというふうには思ってます。ここに一切承知。さあどうぞ。孤狼艦は抜けない。洛陽の兵が全くなくなってるな。どうしようかな、そうなると。今、洛陽の西側の席、韓国館、ここを見ると兵が1万入ってますね。1万の兵で、武将は東高が入っている。まあ戦闘力は大したことないですけど、1万という兵をどう見るかですね。一方五郎館、ここには呂布が入ってるんだな。まあ、呂布の戦闘力はちなみにこんなもんです。統率97、武力110、まあ、政治知力はカスですけど、魅力はあっても良さそうですけどね。結局そのなんだろうな、小学生の頃って、まあ、スポーツ足が速いとか、サッカーができる、バスケやってるとか、まあ、僕の時代の話ですね、まあ、僕はもう37歳というのを公言してますが、がね、あのすごくモテたと思うんですよ。なので統率と武力が高ければ魅力も高くても良さそうかなと思うんですけど、一方中学校になってくるとバランスですよね。あの勉強ができる人が徐々にモテ始めていって、高校になるともう完全に逆転しましたよね。頭がいい、まあ、もちろんルックスが平均以上良ければいいほどいいというのはもちろん大前提としてあってですね。で大学生とかになってくると器量っていうのかな、容量っていうのかな、まあ、社交性とか、まあ、そういったところが求められてくるのかなと思うんですが、まあ、その話が脱線しましたが、その呂布がここを守っていると。困ったなぁ。
まあとはいえね、この水軍を使って洛陽を攻めるというのもリスクがあるしね。なんといっても函谷関に1万、洛陽には1000しかいないとはいえ、古老関に6000の旅費でしょ。合わせて1万7000から6000の兵が入っている中、味方1万だからね。これをうまく倒していくっていうのはかなり難しそうだよね。とはいえ周りを見渡してみると、もう他に制圧できそうなところもないわけなんで、ちょっと待ってくれ、どこに向かおうとしてるこいつらは。いや、巻き込まれたくないな、この手の戦いで。炎術がちょっとピンチだよね、こうやって見ると。ワンに兵がどれくらい入ってるんだろう。うわ、ごめんなさい、炎ですね。トウタク自らがここにいるわけだ。となるとここでトウタクを撃つというのもありだよな、炎を取って。まあでもそれにしても古老館の5000の兵を甘く見るわけにはいかないので、武漢ありますね。どうしようかな。いや、まずは三層を予定通りしっかりと、要塞化してしまいましょう。そうすれば、古老館に備える兵の数を少なくして要塞で敵を迎え撃つということができますもんね。で、その間に我々は円に向かって董卓、まさにその首を狙うという形かな。行ってくる。達成いたしました。いよいよ何も得られるものがなくなってきてるのかね、以外。何か起きてるの、かかれっていう声が聞こえたけど。ここが空いてるな。聞いてください。ここを我が物とするというのはどうだ。この層はまだ誰も何も得るものがないのであれば、この層を我が物とする。出陣。陳旧でいいかな。こここそ陳旧でいいだろう。まあ兵は1000しか出せないので、まあ微妙っちゃ微妙ですけどね。陳旧に任せましょう。頼むぞ、陳旧。でだ、要塞化の話。やろう。いかがした。わかり申した。これさ、呂布が黙って見てるかって話だね。あとはこんな目前に敵が罠を仕掛けたり櫓を築いたり、まあ、そういったことをやっていることに対して呂布が黙って見てるのか。吉報だ。
ご確認ください。神竜内に小生の輝きこれあり。なまって東卓軍が神竜方面に向かって、進行中。どこにいる？あ、楽陽に確かに8000の兵が入ってる。ちょっと確認しますか。あー、確かに8000の兵が入っている。で、両夫と海遊か、厄介だな。8000の兵。五郎間に5000。ちょっとまともにぶつかるのは危険極まりないな。ここまで積み上げてきたもの、その全てを一挙に失う可能性があるので。また、女を呼んで、この女を脱がせましょう。なんか特段ないけどね。神竜方面に向かって進行中ですって言われても、どこを狙ってるのかがちょっとわからないけど。こいつか。こいつだな。神竜の攻撃に向かってるもんね。王子服。まあ、6000の王子服だけだったらどうにでもなるけど、これに敵がこう押してでかくなる可能性は十分にあるからね。急ぎ要塞化を進めなければ。矢倉が欲しいんだ、矢倉。やっぱ弓矢倉が欲しいよ。わかった。まあ、東卓は今演術とね、つばぜり合いを行って、まあつばぜり合いといっても演術不利だとは思うんですけど。何？神竜で疫病。まあただお金と兵糧は余裕があるのでこらえましょう。ご確認ください。で、王子服はどこまで来た？ここまで来たか。どうやって敵を迎え撃つかだな。落とし穴に敵を引き込んで一挙に殲滅だな。で、群落台付近に味方を展開して士気が高い状態で敵を一気に殲滅する。まあそういう作戦でいきましょう。むしろ今のうちにね、士気をどんどこ下げておいて、こっちにやってくる前に撤退してもらうっていうのはね、味方の兵の損失がなくていいんですけど。で、陳宮はどうしている？陳宮。お、もう少しで獲得できるな。 OK だ。じゃあ陳宮はしっかり、そこでね、勢力を伸ばしてもらいましょう。報告いたします。さあ、そしたらもうしばらく地域の担当官任命をしていなかったので、忘れないうちに先に担当官を任命していこう。まずは関東。ここはもう今兵力がちょっとでも欲しいので、兵舎を建てておきましょう。今は1に兵力、2に兵力、
三子も兵力、五も兵力。まあ、そういう状態ですからね。三層も。まあ三層はただすぐ敵に奪われてしまうリスクが極めて高いんですが、それでも兵舎。で、新しく陳宮が取った層も、もちろん兵舎。考えに任せましょう。うむ。待て、頭痛がする。わかった。さあ出てきたな。何？弓矢倉が落とし穴だね。落とし穴が一瞬にして破壊された。報告いたします。さあこの王子服をどこでどう迎え撃つかだな。まずは進軍しておこう。心得申した。承知。まあ敵6000、味方合わせて9000。負ける戦いじゃないですけど、できるだけ損害は少なくもちろんしておきたいので。干渉したいからね。よし、出てきたな。まあ、宗神が王子服に一騎打ちは、これは十分に勝ち目あるな。呂布に対してこれやったらもうバカかと言いたくはなりますけど。宗神が相手に、いざ尋常に勝負。こんなものよ。では一気に敵を殲滅していきます。報告いたします。王子服の6500ぐらいでしたよね。まあ、これを撃破して、まあ小さな成果ではありますが、まあ、確実に、東卓軍で、ね、まあ力を削いでいこうとああいうことになりますかね。ちょっと待ってね。その前にイベント提案で、王子服の足止めをしておいて、洛陽の破壊も行う。できれば、お喜びください。まあ、させたい。で、一品をじゃあ、陳留で探しますか。本当にあんだろうな。ということで。では、参ります。で、加工トンと、曹操も攻撃に加わりましょう。いいだろう。足止めの混乱も失敗になったか。格闘剣と曹操合気昇天。いや、曹操がさ、一騎打ちとか仕掛けちゃダメでしょう。一軍の大将が。まあ、確実に勝てる戦いなんだろうけれど。喜べ、曹操が相手になってやる。これ一般兵っぽい感じだね、グラフィックは。曹操が一騎打ちとかしちゃダメだからね。よし、捕虜にしたな。聞いてください。何？東卓軍が再び陳留に向かってるの？今度は誰よ。なんか
向かってきてる感のあるやつはいない。こいつか。いや、これは違う。巨匠だから、演術軍だもんね。どこに敵が向かってきているというんだ？ラクヨに8000の兵が入っていた。いや、そんなことない。1000だったよね。ちょっと一旦兵を引こうかと思ったけど、それも危険だな。読んだか。群落台の近くに集結して。ちょっとそこで。任せろ。何用か。様子を見ましょう。かしこまった。で、その間に陳竜がどうなっているか。陳九。陳九。お、地味に占領を進めてくれてるな。ここで誰に何を仕掛けるかでわかるかな。あー、でもこれ見るとまだ、東卓軍に何かを仕掛けるという提案は出ていないので、まあ、おそらく、まだ遠いのか出たばっかりなのか、まあ、少なくとも画面上でも確認が難しい状態ですからね。では参ります。まあ、定位くなき今、陳宮がまさにこの曹操の知恵袋。今回結構道端から金集めてきたね。東卓軍が陳宮いわく、まあこやつらだな。確認できましたね。兵の数、4000。もう立つ。もう解くではなく、もう立つのね。まあ、ただ、滑車持ってきているだけなので、まあ、どうにでもなるかな。この兵力だと。むしろこっちだな。セイレンの兵8000。これが陳竜に向かってきている。これをどう潰すかだね。まあ、ただ、格好撃破することを前提に考えればなんとかなりそうですね。まあそれもやっぱりしっかりと引き入れましょう。敵を。この一大勢力地帯。聞いてください。待て、頭痛がする。落とし穴を中心に、うむ、読んだか。大量に建設をしておきましょう。わかった。いかがした。これによって敵が迫ってきたとき、それを味方の損害なくして潰しておく。たやすいことです。で、ちょっと話をまた元に戻すとですね、ゴールデンウィークはもうバンコク行きのチケットホテルともに取ってあるので、まあ、冒頭の、ディズニーオンアイスに合わせてバンコクに行くのか、あるいはその10キロレース大会のために上海に渡るのか。4月ね、まあ、4月むちゃくちゃだから忙しくなるな。全部行くならの話ですよね。
お、死者が到着しました。どうせ捕虜を返せと言うんだろう。まあ返してやってもいいが、名品をよこせと。努力三、三聖刀、これをいただきましょうか。何？三聖刀をくれなかったか。いや、三聖刀をね、引き換えに返してもらった方がいいんじゃないのって思うけど。さあ、敵が来た。どうする？ちょっと今だと、これを確実に撃破しておくのがいいのかどうか悩ましいな。お下がりたいぐらいだな。何用か。心得申した。で、後ろに下がりましょう。まあ、このゲームの進め方をすればきっと、しばらく生きながらえることはできると思うんですけど、こっから先の展望がちょっと全然開けてこないな。むしろ東卓軍がね、まあ大きくなっていって手がつけられなくなるんじゃないかなという気がしてならないけど、それもこれも孤狼感をどうにかして無力化しないとな。混乱をしっかりやったか。混乱させることができるとだいぶ変わるんだけど。出たー、豪気商店。しかも3人の連携、これはでかいんじゃないか。混乱させてるね。ご確認ください。まあ、8000の兵を完全に無力化できれば大きいよね。いかがした？しかも味方の損害は極めて微小とくれば、それは大きい。精錬隊は足止めして、士気も低下させて、できれば混乱もさせたいよな。洛陽の破壊工作も行う。こんなものだ。これでね、精錬隊を、東卓軍を撃破できればいいんだけど。役に立ちましたぞ。三方から混乱状態で攻め立てられれば、精錬など一撃死させてほしいぐらいだけどね。これで撃破できるでしょう。あとは孤狼感だよね。ご確認ください。孤狼感の兵は数変わらない。洛陽に1万の兵が入っている。誰だ洛陽は。13000。これがバッと来るときついな。韓国艦にも1万でしょ。で、孤狼艦に5000の両夫。で、陳旧は一通り対応したら入場してもらう。呼びましたか。任せてください。で、外交親善。まあ、金があるので、しっかり。お土
味方してもらえるようにと金を包んでおく。そうそう、外交もね、一時のものが終わろうとしている部分ではあるんで、しっかり外交戦略を練っておかねばならないですからね。お任せください。いや、曹操もね、可能な範囲でしっかり勢力を広げているんですが、それにしたって董卓だよ。董卓だって今支配都市だけで 1,2,3,4,5,6 でしょ。我々曹操は1だからね。これはね、戦力差は開く一方だよね。この戦力差をなんとか、まあ埋めるとまで言わないもんまでも開かせないっていうのが重要だと思うんですけど、ちょっと難しい状態だな。上々だ。姑息な。何？どうだ。さあ、そしたらまた罠を作ったり、櫓を建てたりと防御を高めていきましょうか。というわけで、じゃあ今回はね、ここまでにさせていただきたいと思います。はい。最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか？ぜひ、皆さんの感想や、あとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それと、チャンネル登録と Twitter のフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。